当に嫌いな上司が本当にないんだよ。もう好きな上司が多くて困ってるんですよね。本当に逆に言いづらいぐらいです。もう好きな上司が多すぎて本当に一周回ってね、二周ぐらい回っても好きすぎても言いづらいぐらいですね。上司のことが本当 I love 上司っていう T シャツ着て歩こうかなと思うぐらいの、本当に過ごしやすい会社でね、私は働けていて幸せだななんていうふうに思ってるんですけど、不満もあるわけですね。まあさっきちょっと言いましたけど、今日私は朝から会社に来てたんですけどね、もうこの時期になりますとね、各放送局もそうだと思いますが、だいたいねお正月の番組の収録というのが始まるんですね。で私たちはちょっと皆さんよりも早く、なんかちょっとね芸者さんみたいになりますけれども、明けましておめでとうございますという言葉を何回も言うんですよ。本当にご挨拶するんですね。でもう言ったみたいな会話をしたりとかするんですね。他局の人と言ったりもするんですけど、私ももう先週か2週間ぐらい前ですねに、明けましておめでとうございますという言葉を言いましたですね。もうお正月気分にを出さなきゃいけないんで結構大変なんですよね。今年は本当大変な、去年は本当一年大変でみたいなことを言ったりとかしながら撮影するのはね、もう本当これは正月特番あるあるなんですけど、ね、それはいいんですけど、まあ、なかなか楽しいもんなんです。晴れ着を着たりとかすることも増えてね。でまあそういう準備をしてるんですけど、今年は本当にね、もうこのコロナ禍の中でですよ、このコロナ騒ぎの中でですね、言ったら人を集める撮影、公開収録っていうのは本当にしにくいわけですね。昨日も日本テレビではザ・ W 女性の芸人さんたちの大会というのをやっておりまして、私も録画で見ましたけど、ね、なかなかこう人をいっぱい入れることができないために、こう受けてるのか受けてないのかちょっとわからないみたいなね、そういうことが出てきたりしています。もう公開収録を、ね、重きを置いて、公開収録であるということに重きを置いて放送をしている番組も結構ありますのでね、そういうところは本当苦しいだろうなと思っています。そんな中、私はですね、落語のお時間という番組を担当しているんです。これは毎月月末の第4日曜日の放送なんですね。第4日曜日の朝5時から放送なんです。誰が見てるんだと思うぐらいの放送時間に放送してるんですけど、これはね結構その落語ファンの方は見てくださる。で毎回落語家さん一人出ていただいて、でそこにお客さんを入れて、まあ、公開収録をして、お客さんの笑い声っても大事ですから、落語の収録の場合ね。で放送してきたんです、今までは。ところが今年に入ってそういう撮影が本当にできなくなってしまったために、スタジオにですね、緑色の巨大な布をぶら下げまして、そこのところに落語家さんが座る座布団、まあ関西ですから県台を置いて、でそこで落語をしてもらって、それをカメラを3台4台もっと5台5台ぐらいかな撮って、で私も入ってインタビューなんかもしたやつを編集して、で背景のところに絵を入れるんですよ、ね、でそこがちょっと落語の話とリンクしている。長屋の話だったら長屋の絵がある、なんかお葬式の話だったらお葬式会場の絵が出てるみたいなね、そういうようなこうスタイルでここ最近は放送しているんです。でね、年明け一発目、あれ1月1日だったかな、ちょっとまた細かいこと分かったらお伝えしますけどもね、年明け最初、落語のお時間の特番っていうのがあるんですよ。だからもう正月早々、まあお正月といえばね、お笑い番組多いですから、うちもやるんですけど、その落語の番組やるんです。で、桂南光さんを迎えてね、ネクストブレイク若手落語家大会みたいなことをやるんですね。こう若い落語家さんがこうバトルをするわけですね。で、そういう収録をもうすでにしたんです。ところがね、この背景を描けというふうに今度これ言われましてね、ただスタジオ収録で若手の人見て、まあ、7、8人ずらっと揃うわけですね。そこのスタジオの言ったらセットを私が一人でデザインして描かなきゃいけない。でしかもこれお正月だから華やかな場だからカラーでって言われたんですよ。これちょっとね、絵描かない人は分かんないと思いますけど、白黒の絵を描くのとカラーの絵を描くのとでは労力は8倍ぐらい違いますよ、本当に。で今日私はその締め切り、本当は昨日だったんだけどちょっと先延ばししてもらいましたね、今日にしてもらって、朝会社に来てからそこからもうずっとアナウンサーして、他の仕事もほっぽり出してずっと私は絵を描いていて、ちっちゃなね紙に簡単なイラストを描くんだったら10分20分あれは描けるんですよ。だけどね、もうほんと A4 用紙ぐらい、A3 用紙ぐらいの紙にね、もう、なんていうかな、しかもちょっとファンタジーな景色なんですよね。こう、ビル街の中に富士山があって、その横になんか笑いの殿堂みたいなものが、こう岩の上にあってみたいな、で、波がこう押し寄せるみたいな、もうちょっとよくわかんない世界観の絵を、また私が打ち合わせでちょっと調子乗っていいっすねとか言いながらちょっと考えちゃったもんだから、
書かなきゃいけなかった。その今日だからもう朝から私は7、8枚の A3 クラスの絵を描いてですね、もう右腕ボロボロで頭朦朧としちゃって、休憩もなし、お昼ご飯も食べるの忘れてました。だからもうヘッドヘッドになっちゃって、でちょっとさっきねゲストコーナーのあのでお越しくださった渋谷さんの名前をちょっと間違えてみたりとかね、なんかどうでもいいところでこうなんか情報が出てこなかったりとかね、単感でなんかどうでもいい冗談を言ってしまったりとかね、なんかそういうこういらんことをしてしまっているわけなんですね。ちょっと今日私はですから本当申し訳ない、放送というのは万全の体調で、うん、その向かわねばならないって、これはもう本当にそうなんですけど、最近本当美術発注みたいな仕事が多くて、これはもう困ってるんですよ本当に。あの兜作ってる頃は良かったんですよ、この番組の小道具のね、兜作ってる時も楽しくやってたんですけど、もうね番組のその CG 合成のイラストまで書き出したらもうダメね本当。今私のデスクはだからすごいですよ、もう参考にした写真を印刷した紙が私の前の本棚みたいなところにダーッと貼ってありますから、なんかちょっとしたアトリエみたいになってますからね。あれは隣のデスクの森本重弘さんは多分嫌だと思うんですよね。なんかやたら恵比寿さんとかね、なんかこうタイとかおめでたい絵がいっぱいこう貼ってあって、なんかちょっと逆に怖いと思うんですよね。本当申し訳ないなという、職場環境がいい、でもそれでも怒らない上司だからね、みんなそれでも怒らない上司だから本当に私は楽しく仕事ができているというお話なんですよね。ちょっと疲れているために愚痴っぽくなってしまいました、すいません。